ハロー YouTube、ごきげんよう。はい、という感じで荒沢明です。なんかどっかで聞いたことあると思うんだけど、まあいいよ。今日はどっかで聞いたことあるとか、どっかで行ったことあるとか、そういうシリーズだから、これみんなが知ってる民邸ね。下北沢って言ったら民邸。これね、劇団員とか、まあ、俳優から声優からね、ショッピングホリックみんな来る、絶対民邸という感じで、かなり老舗なんだけど、だから民邸でね、ちょっと夏だし中華そばでも食ってみようかな。中華そばって言うんだっけ。中華、冷やし中華だ、冷やし中華だ、ごめんごめんごめん。 I forgot some Japanese. Anyway, let's go。北ナシュラ、北ナシュラ、2階に行こう。最高だぜ。やっぱミンテは2階でしょ。そうだ、ミンテと言ったら2階だよ。俺民邸って言ったら俺は2階が好きなんだよ、昔から。種類ね、冷やし中華の中でも種類があるんですよね。あ、あります、4つぐらい。だから練りごま冷やしで、練りごま冷やし、僕お子様ラーメンで、はい、大盛りで。いや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 、大盛りだよ、冷やし中華ね。はい、ノンアルは、瓶は2つ、1つでいいですか。何頼んだの。キリン01あんの。いやいや、あの、あ、ノンアルコール。あ、そうだね、気分だけど。気分だけども来たよ。かわいいね、お子様ラーメン。お子様ラーメン頼んだの。はい、はい、お子様ラーメン。いいじゃん、お子様最高じゃん。サクっておやつな、おやつです、おやつ、おやつですよ、これ。おやつは乗りたい。おやつです。お子様ラーメン。よーし、もう最高なルース。俺はね、俺昔からね、こういうのにマヨネーズ入れてくるんだけど。わかるわかるわかる。マヨネーズもらえばいい。東北の人だね。いや、名古屋もそうだよ。あ、そうなの。俺名古屋で知ったもん、マヨネーズ。マジで。そうそうそう。俺はもうあの、お母さんの福島がね、うん、あのマヨネーズを冷やし中華に入れるっていう感じ。やっぱマヨネーズが合うんだよね。マヨネーズ合うんだよ、ね、あの酸味にね。そう、うん、俺も昨日マヨネーズも持参してラーメン行こうと思ったんだけど、辛子じゃないんだよね、マヨネーズなんだよ。マヨネーズなんですよ、辛子じゃない。これマヨネーズだったもん、最高。よし、じゃあ炒まんしようかな。炒まん、あ、麺細くていいね。ごまだね。麺絡まってるね。硬い硬い硬い。もうみんなが合体しちゃってる。ちょっとね、スープをつけて、たっぷりスープをつけて、炒まん。うん。うん。うん。あ、爽やか。お酢も効いてるし、ごまでやっぱそのマヨネーズ感出てるし、マヨネーズ。美味しいね。本当いろんな人来てるよね、ここね。そうだよ、ここは民邸はあれだよ、あの若かりし頃の、小本ひろと働いてたところのバイトで、もうブルーハーツの小本ひろとさんが働いてたっていうね、もう伝説の伝説のお店です、うん、お店ですよ、やっぱ下北沢はね。でみんなたまるよね。そうそう、もうそれ有名だよ、ね、このこのサイン、このサインだ。すごいよね、すごいよ。ぜひね、東京に来たときはみんな下北沢の民邸チェックしてちょうだい。ぜひ。美味しかったね。やっぱね、老舗なんでね、ここはね。さすが民邸。